こんにちは、九州やもチャンネルのヒデです。今日は福岡県粕屋郡須恵町に来ています。今回紹介する山は竹城山という山を紹介したいと思います。標高はですね381メートルと、まあ、さほどね、高くない山なんですが、位置関係的なものはですね、若杉山という山が、笹栗町の方からね登る、有名な山があるんですが、その若杉山のですね、中腹に位置する、山ということになります。この竹城山なんですが、主な登山ルートはですね、笹栗町の、若杉山楽園という、キャンプ場が、ね、あるんですが、そちらの方からね、山腹を、横切るような形で、山頂に、ね、向かって歩くコースあるんですが、今回はね須恵町の皿山公園というところから、竹城山山頂を、ね、目指したいと思います。それでは今日もどんな景色に出会えるか楽しみです。ではレッツゴー。はい、現在ですね、皿山公園の、園内の舗装路をね、坂道に登っているところです。駐車場の脇にですね、えらいなんか消防署員の方が、たくさんいらっしゃるなと思ったらですね、今日は皿山公園で、消防訓練があるということでね、結構関係者の方がね、たくさんいらっしゃってるようですね。最初は何事かと思いましたけどね、はい、いやーでも今日はねすっきりと晴れ渡って気持ちの良い、
日がね、差し込んでいます。はい、公園の中のね、舗装路を遡ってくるとですね、ため池があります。このね池のね、背後にねそびえ立っているのは若杉山。なかなかね、風格があるような感じですね。まあでもね今日は若杉山登らずに、竹城山ということになります。では後ほど。はい、駐車場をスタートして約26分ほどですね、舗装路を登ってきましたら、林道の、ね、二股に出ました。ここに、ね、ちゃんと道標がありまして、上の道行くとですね、竹城山まで、1.3 キロというふうに、ね、案内が出ています。その脇にはね、微笑ましい、お地蔵様がね、鎮座されていますね。この右の方のですね、簡易舗装の道を登っていくことになります。では後ほど。はい、先ほどのですね、お地蔵様が、鎮座されていた、林道分岐から、坂を登ることを約50メートルほどですね、登ると道が砂利道に変わってきました。で、砂利道をですね、さらに坂を登ってくると分岐の土俵が出てきてですね、右へ登ると、楽園方面行きつつ、途中からね、若杉山登っていくルートに変わります。そしてね、今回は竹城山ということでね、林道そのままね砂利道をまだね直進する形になります。まあこれはね、若杉山の方の、ルートに入ってですね、途中、文殊院だったかな、若杉楽園方面とのちょうどね、合流地点ありますので、まあそちらから、竹城山行くことも可能ですね。まあここから周回コースで、竹城山、行くコースがね、もう一コースあります。今回はそのまま、林道を、ね、詰めていって、竹城山を進んでいきたいと思います。では後ほど。
はい、電波と、ちっちゃいねアンテナが、結構連立したところに出ました。こちらはですね、筑前高取城跡ということでね、戦国時代に、山城がね築かれていたところの、一部になります。このすぐ脇にね東屋があって、すごい展望がね、いいんでこの後ねご紹介したいと思います。こちらから竹城山の山頂までは、約10分ほどですね、山の中入っていって、登頂するといった形になります。ではなんちゃだ。こちらの東屋からはですね、福岡市内、市街地ね、一望することができています。眼下にはですね大濠公園、そして、福岡空港や、鹿の島方面、そして、セフリ山系の方のね、山なども見えています。今日はねちょっとまあ、霞がね、強い感じですけど、それでもね、素晴らしいパノラマも広がっています。現在ですね、展望台のところから、竹城山山頂に向かってね歩いていますが、ヒノキの、ヒノキやあと杉ですね、混じってますが、植林の中ね、歩いていますが、まあ、昔のね、山城跡なので、まあ、そんな、すごいね普通の植林みたいに連立はしてないですが、すごいなんか雰囲気のいい、杉ヒノキのね、森の中を歩いてる感じです。ではのうちょうど。はい、竹城山、山頂直下ですね、分岐が出てきました。右へ行くとですね、若杉山方面ですね、楽園方面に行く道になるかと思います。このまま、ね、道内に、直上して、竹城山山頂を目指したいと思います。ではのちょうど。
駐車場を出発して、林道をねずっと登りつつ、途中展望台、立ち寄りして、現在いるところはですね、竹城山、竹城山、381m、いただきました。ちょっとね今、午前中なんでねこちら影になってますが、まあ午後からね西日が当たって明るい山頂になってくるかと思います。ちなみに駐車場出発して、まあ、ゆっくりね、登ってくること約1時間10分で、竹城山、山頂にね到着しました。このね山頂標識の後ろの方ですね、ちょっと、枝がね伸びてあんまり展望がね、聞きませんが、展望のね、いい東江の方からね、楽しめたんで、まあ、それはそれでいいかなと思います。この木々の間からはですね、奥の方に、橘山、三日月山ですね、ちらちらと、景色がね覗いています。そしてこの山頂の脇にはですね、高取城跡ということで、ね石碑の方を、ね設置されています。帰りはですねまたちょっとまあ検討しつつですね、若杉山方面の分岐に行って、途中の林道に出るかねまた考えたいと思います。では後ほど。はい、高城山、山頂標識のね、反対側に、高取城址ということで、石碑の方が、ね設置されています。先ほどは、ね、ちょっと山頂方面の方は、結構ね影になって、暗いでしたが、こちらはね少し明るいですね。では後ほど。山頂で美味しいコーヒーも、飲みましたので、そろそろね下山したいと思います。下山はですね、まあ、往路と同じ道が、まあ、足元がね、今日はいいんで、下ろうかと思いましたが、やはり欲が出てですね、楽園方面ですね、皿山分岐というところを経由して、まあ、プチ周回コースでね、また皿山公園の方へね下っていきたいと思います。では後ほど。現在歩いている、若杉楽園からの、コースですね、しっかりした、ね、山道になっています。そして山の中腹をですね横切るように道を作ってますので、まあ、足元ねよく注意しないと路肩が、柔らかくなってね、滑落事故もね、発生するかと思いますので足元は要注意ですね。竹城山、山頂からですね約16分ほどですかね、若杉楽園方面の方に歩いてくると道標が出てきました。こう分岐になってまして左に行くとですね、養老の滝、そして、ね、ずっと養老の滝過ぎていくと若杉楽園の方に行きますね。
今回はですね、皿山分岐の方で、皿山公園の方へね、向かいますので、この分岐はですね、無視してそのまま直通、直進ですね、直進して、下登りすると、皿山分岐、到着することになります。この分岐のところはですね、すごい、樹齢何百年かのですね、杉の木が、巨木がね、立っています。では後ほど。はい、先ほどのですね、養老の滝分岐のところから、山の斜面をね、まあ、2分ほどですかね、ジグザグに登ってくると、皿山分岐に到着しました。こちらにもね、立派な土俵がありまして、まっすぐ行くと若杉山方面ですね、そして、右へ右折すると、皿山公園の方ということでね、土俵がしっかりついています。今回はね、皿山公園の方なので、こちらの分岐、右折したいと思います。では後ほど。ちなみにこの若杉山方面ですね、直進しても、若杉、楽園キャンプ場の方にはね、行くことができます。はい、現在皿山分岐から、皿山公園の、林道の方へと下っていますが、こちらはね、ちょっと山の斜面で窪地ということもあって、昨日までね、大雨降ってたので水が結構流れてますね。まあ水があんまり流れてなくても意外とね、苔がついて足元滑りやすいんで要注意ですね。まあ、ちなみに今回周回コースで歩く予定じゃなかったんで、まあ通常なら、こちらのコースからね、山頂を目指して帰りは林道経由で下るというのがベストですね。行きにですね、皿山公園から、林道経由でね、展望台の方へ行きましたが、その途中にありました、若杉山への分岐、砂防堤のところですね、こちらの、分岐のところに下ってきました。皿山分岐からはですね、下ること約10分ほどでしたね、こちら、到着しましたが、まあ、当初ね、こちらのコース、周回コースを歩く予定じゃなかったんで、下りに使いましたが、まあ、コース取りから言うとですね、もし、山道冒険コース、行かれたい方はですね、この砂防堤堰堤のところからですね、反時計回りに、竹城山、山頂そして、展望台
そしてね、林道経由で下ってくるのがね、足元も最後良くてね、おすすめかなと思いますね。ではなっちゃだ。スタート地点の皿山公園の、駐車場のところですね、到着いたしました。今回紹介させていただいた山は須恵町と、笹栗町との、ちょうどね境に位置する竹城山という山をね紹介させていただきました。行きはですね皿山公園の中を通ってる、舗装路、ずっと登っていって林道を詰めて、展望台、そして竹城山山頂で、帰りはですね、当初予定してなかったんですが、皿山分岐というね、若杉山方面の方へ行って、また皿山公園のね、林道の方へね、バイパスになっているところを、下ってきました。行程はですね、まあ、休憩入れつつ、まあ、約2時間10分ほどで、周回コースね、歩いてきました。この竹城山なんですが、まあがっつり登る方はですね、ちょっと物足らないと思いますんで、まあ、若杉山までね、足を伸ばしてもいいかと思いますね。はい。ただね、まあ、初心者の方とか、まあ、朝ゆっくりね、スタートして、まあのんびり、展望を楽しもうというのであればね、林道コースで、展望台、そして山頂の往復などがね、いいかと思います。まあ、今回、皿山分岐から、皿山公園の、ね、林道の方へ下ってきた、バイパスのような、道なんですが、まあ、下りはね結構やっぱ足元滑るんでね、まあ、周回コース、歩かれるんであれば、反時計回りにね、途中の砂防堤園庭のところから、皿山分岐、そして、竹城山山頂、そして展望台、最後は林道をゆっくりね、足元いいところを下ってくるというのはね、おすすめのコースかと思います。実はですね、今日はね、もうちょっと標高の高い山に行こうかと思ってたんですが、昨日までですね、2日ほど大雨が続いた関係があってですね、標高の高い山は、まあ、ガスがかかってたりね、足元が結構悪かったりするんで、まあ、近場のね、山を紹介することにしました。今回の、動画いかがだったでしょうか。参考になったよ、よかったよと言っていただける方は今後の励みにもなりますので、高評価ボタンお願いします。そしてですね、この後も、秋深まる、自然の映像などね、お伝えしたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。